小樽北浜岸壁、天気もいいし、そよ風だし、ボズだし、暇なんで小話を一つ。不法投棄釣り場で僕が経験した不法投棄に関する話。ホッケですね。ホッケ石狩ワシンコで大量に釣った人がいまして、でその場でその頭とね内臓を処理して大量にこの岸壁に置いてたんですよ。バーって内臓と頭とか。で僕はまだ釣ってたんでね、あんなに山盛りどうすんだろうと思ったら、その瞬間海に捨てやがったんですよ、そのおじさんがね。ババババババって、あれよく調べたら不法投棄なんですね。だから頭と内臓は袋に入れて持って帰りましょう。でもあと賛否両論分かりますけど、とはいえね、あの内臓とか他の魚が食ったり、あとタコがね食べたりするっていう話もあるんですよ。まあ検索した感じで、調べた感じなんですけども、法的には不法投棄なんですよ。やめましょう。あとは鮭釣りか、鮭釣りた時に駐車場にもう腹裂かれたメス、多分いくらだけ持って帰ったんでしょう。あの残りの鮭、メス鮭さんが駐車場にポンって捨てられてて、まあそれはね、あの僕も動画にしてちょっと一瞬あげましたけども、過去にね。まあちょっとあれは衝撃でしたね。あのしかもハエがたかってたんですよ。鮭の気持ちよ、鮭の気持ち、どう思いますか。この稚魚から生まれて最初懸命生きてね、なんかいろいろぐる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 回ってようやくね帰ってきてね、まあもうしょうがない、天の恵みだ、あの人間様に食ってもらうかっていう感じでね、食ってもらえるのかなっていうかね、まあせめてね鮭を持ってないでしょうけどね、まあ、せめてね釣ったからには食べてあげましょう。天の恵みと、天の恵みということでね、あのアイヌ民族では鮭は天からの贈り物として、あの神様の贈り物としてね、あの称えられているものなんですから、あ、まあ、宗教は関係ないですけど、宗教、まあ、民族学は関係ないですけど、まあ、どっちにしろね倫理的にも良くないですよね。あ、なんなら僕にくださいよあの、ね、もったいないんで僕が食べます。あのいや本当にただかわいそうだなっていうかね、まあ、私法的に感情的にかわいそうだし、鮭の気持ちいいのかわいそうだし、まあ、倫理的にという話もあるし、まあ、何より不法なのか、ね、あの違法なので、あのそれ見かけたら、ね、まあ、普通に警察に、ね、その瞬間現場で見つかった、まあ、ちょっと逮捕かな、わかんないですけど、まあ、多分ちょっと法的にアウトになるので、あの、まあ、不法投棄はね、あの本当にやめくださいっていうか、ね、その後入るって臭かったしね、場所がなくなっちゃうんですよ。あのただでさえ、ね、どん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 あのマナーが悪い釣り人でね、あの死亡事故もあったりね、で釣り場がねどん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 減っていっている昨今なので、ぜひぜひ、結局そういうことは自分に返ってくるので、釣り場がなくなるというね罰がね待っているので、何より釣り人の楽しみも奪わないでください。ということで、ストップ不法投棄、不法投棄をぶっ壊す。